フェデリコ・デリ・エス・ポスティは、イタリア出身の男性、アーティステック・ローラースケート及びフィギュアスケート選手。パートナーは、マリカ・ザンフォルリン。4歳の頃にローラースケートを始め、アーティスティック・ローラースケートの選手として活躍。マリカ・ザンフォルリンとペアを組み1999年の世界アーティステック選手権大会で4位に入ったのを、皮切りに2003年から2006年まで優勝を、 重ねた。この間、2005年のワールドゲームズでも優勝した。2007年から2010年まで、パートナーのザンフォールリンと共にアイススケートに挑戦。最初のシーズンのイタリアフィギュアスケート選手権で2位。ヨーロッパフィギュアスケート選手権でも10位と好成績を残した。2009年には、翌2010年に開催される、バンクーバーオリンピックの出場枠4がかかった。 ネーベルホルンハイにイタリア代表として出場、枠を争う国々の代表の中で4位に入り、イタリア選手のオリンピック出場を勝ち取ったが、同シーズンのイタリアフィギュアスケート選手権では3位に止まり、自分たちのオリンピック出場はならなかった。詳細、ありがとうございます。